目指せ100万グッド。私 J ガールズの虹ひかりです。 J ガールズ五十嵐マリアです。五十嵐さんどうしたっすか。バットです。コンディションは、はい、バットでございます。はい、あのね、目がね、目を中心に顔が腫れてます。ちょっとあんまりアップやめてもらっていいですか。ちょっと本当アップはもう見るに耐えない。ちょっと本当に今日はしてますんでね。マジでやめてやってください。ちょっとね、あの五十嵐さんがこんな感じでちょっと目の調子が悪いので、アップだな。虹アップはやめて。かといって虹アップもきついんで、ちょっとやめてもらっていいですか。というわけでちょっと皆さん、あのね、今日はまあでも体調が悪い時ほど出るとか、なんとかいうあれもあるじゃないですか。相変わらずのポジティブシンキングで、せやな今日はな。はい、じゃあ今日は何かが起こるかなっていうことでね、もう自分には何かが起こってるんですけど、かなり大でも何か起こせたらなと、思います。お見苦しいですが、一日お付き合いください。付き合いください、はい、というわけで簡単に番組説明をさせていただきます、はい、リニューアルしてからですね、内容が変わりまして、バチバチの実践対決から、はい、今度は協力プレイということで乗り打ちになりました。乗り打ちですね、はい、それで、半年間100万グッドをやって、2人の乗り打ちの様合いがプラスなら皆様とオフ会、素敵なオフ会を楽しめるというご褒美が、はい、ご褒美旅行みたいな、はい、ね、さらに番組から私たちに100万円がもらえるというね、はい、それは、違う、それで違うっけ。それは1年の100万、1年で100万グッド達成したらうちらが100万円やから、3枚プラスはご褒美でオフ会、そうですか、ゲームで3枚、はい、マイナス3枚分を視聴者さんにプレゼントという形で、はい、そうでした。そうです。もう100万もらえたらな。100万のことしか取れなかったっけ。そうです、お金のことし、そうです、はい、はい、というわけで、プラス、サマイがプラスならしても100万グッドも目指してって感じですね。そうです、はい、はい、現在ですね、なんとここまでの2人のサマイが、はい、マイナス2196枚ということでね、いや拍手するとこじゃ、拍手するとこではないけども、減らせたからな前回ね、4000枚マイナスぐらいまで行ってたところを、そうあの光さんがねやってくれましたよということで、プラスに、プラスで終わったかな。五十嵐さん最後のA タイプも相当パワープレイやったと思うんですけど、まあ、2000枚からプラスにして、はい、まあ、今回取った台も凱旋なんですけど、そうなんです、はい、バカの一つ覚えてね、はい、前回の前回を考えて、まあまだマイナス2000枚からあるからってことでね、いけるんじゃないか説があるんですよ。いけるんじゃないか説を唱えていこうかな。今回も凱旋で、どうにか今ねマイナス約2000枚ですか、なので戻る可能性もあるけどね、まあ、やめよう、そういうのやめよう、マイナスやめよう、今日は私できるって思ってるから、せめてプラスとはいかずともトントンぐらいには持っていきたいなと思っておりますので、皆様ぜひ最後までご覧いただければなと思います。よろしくお願いします、はい、というわけで、はい、今日は凱旋スタート、はい、今日も頑張っていきましょうかね。頑張っていきましょう。いつものやつをやるしかないぞ、ここは。慣れねえな。このビジュアルで全然ノリノリでできないけど。まあ、行きましょうか。はい、はい、せーの、せーの、目指せ100万グッド。足上がってる、足上がってる、ちょっと待って、ということで前回に引き続き凱旋を並び打ちしようと思います。もうね、こんな状態で申し訳ない、本当に整えてこいよっていう話なんですけども、昨日ね、まあもともと肌が弱い方なんですけどね、ちょっとメイク落としを急遽違うのをこう買ったんですよ。どうしてもあの化粧を落として寝なきゃってい こう精神が働いて、そしたらこんなことに。なんか使うね、肌につけるもの本当に慎重に選ばなきゃいけないなと思いました。まあでも前回は光さんがこうゴッと引いてくれて、その出玉でなんとかこうつないでつないで
クラスに持ってけたんで、前回の実戦では今回は自分がなんか起こせたらいいなと思っております。せめて500ゲームまでに何かしら起こせるといいなと考えてます。多分何も受けずに、まあ多分カットされるとは思うんですけど、何も受けずに何百ゲームとか、まカードムス、あーもう頼むよ。ついに574ゲーム、投資が26本。おっとー、オッケーオッケーオッケー、うわー、リアクションがやばい。今回も今回もいやないわ。よしよしよし、あ、上がらなかった。すいません、ナイスナイス、よしオッケー、見るわ、見届けるわ。ちょっとマジでまずいって、それはあと3ゲームあるから。 OK、 あ、あ、無理や、五十嵐の一発は無理。え、マジで最後ラストいけ。そうやな、そうやな。何も仕事してない、ごめんな。ごめん、それはほんまにごめん。聞けたことが大事や。頑張ります。さて、まあ、ないよね、もう。なかった。さあ、1000にたどり着けました。思った。マジ辛いな、辛いな、マジで辛いな、辛いな、辛いやつやんこれ。
どこまで行くん？あんま振り向きたくないけど。え？あ。どっち？どっちなの？あるの？あるあるの？あるやん。あるやん。あ、あるあるある、あ、多分あ、ある、あ、わざと、あ、ある、よし、よし、よかったよかった、とりあえず1024ゲーム。あ、白いぞ、大丈夫か。うん、天井到達です。どうした？ループ取れてるといいね。うん、嫌な予感する。同じく、同じくです。回したくない。ちょっと見るわ、とりあえず。あ、オッケー。私の優勝をね、よかった。右にね、視界があんまりないんで、なかなか怖い。ヒカルさんの表情があんまり見えないんで良かったですわ。さあ、これで終わりでございます。262枚回したくないけれども、この5ゲームにかけてるよ。見てしまった表情。あーだーい、あーだだ、解散。お疲れ様でした。飲むって、素晴らしい、素晴らしい。まさかの、はい、赤菜のありがとう、ありがとう。ちょっと頼む、頼む。ひかりさん頼み。違う違う違う、一緒に頑張るわ。一緒に頑張ろう。ごめんな。まあ、ちょっとゴッド期待してん、実は。今日マジでここやから大事なの、お願いします。ちょ、引きちょうだい、引き。引きがない、引きがないで。いらんもんあげたかもしれん、今。やめてよ。おっしゃい、おっしゃいって何。私はエレガントなリアクションを取ると決めた。何顔引くんだ。ここでやらなあかんやんな。よし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 。うわ、テンパりすぎて赤菜が見えなくなる。どこいた。
いや大チャンスやん、もうマジで。やばいやばい、やばい、よし、どうだ、もう一回、やばい、やばい、まずダメ？危ないって、これは危ないって、これは危ないって、天井行くって怖い。あ、でも刺激あるよね。なあ、 A タイプ行こうと思ったんやけど、なんかダメって、え？ダメって言われてんの。ダメ？パチンコ行ったら？あ、パチンコ。パチンコ行っていいですか？パチンコ？パチンコ？パチンコ？大丈夫？でもまあパチンコの方がまだ投資スピードは緩いよ、緩いよね。アマデジダメ？天竜とか打ったら怒られるもんな絶対。これジューシーハニーとか売ってる？でも全おっぱいのテンションじゃないけどいい。あ、じゃあカメラマンさんがおっぱいのテンションらしいんで。ないからこっち見て、こっちジューシーハニー売っとうかなと思います。ジューシーハニー、なんで？なんで？なんで？理由は？見たかった。見たかった。ツーやで、ブジューシーハニーツーやで。頼むからスペック把握して。なんで？スペック把握して打とうな。じゃあ何がベスト？できれば継続率がいい台か、出玉のラウンド振り分けが優秀な台。例えば私がパチンコ行ったら打とうと思ってたのはシンフォギアが、いやなんかシンフォギア毎回打ってるからたまには違うの打とうかなって思って、か無双かガレイとか。待て、ガレイ、ガレイとか。じゃあちょっとそれを踏まえて考えてくるわ。とりあえず高継続。わかった。なんか怒られたけど、まあいっか。
ここまでご覧くださった方ありがとうございます。前半戦が終了いたしました。はい、はい、また凱旋ということでね、やってますね、はい、はいまあ素晴らしい、おはてん元気出せよ、おはてん。でもコンディション悪い、自分も悪いし台も悪かったっていう、こっからから、まあ、私はちょっと良くないですけれどもね、ひかりさんが今回もひかりさんがやってくれました。たまたまなんですけどね、結局に蹴ることができてね、ちょっといくつか上乗せができたんで9個ぐらい、8個ぐらい、8個、9個ぐらい乗せたのは8個で、赤なので9個、9セットだから、その9セットの間に上乗せができればいいなって。できる、うん、ただまくれるビジョンは見えてきたから。見えた、ほんまに初な、今日もありがとう、もうごめん、あなたにかかってるからねそれはもうごめん、無理ごめん無理じゃない。でもな、この番組で私パチン、まあパチンコ行くみたいな感じになったんですけど、パチンコで一回も勝ってないわけ勝ってないんでちょっと不安ですけど、ま、今日かなって。また今日のスタッフさんもねド S なんで、ちょっと変なささやきを言われても流されないように、うん、変なささやきしか言ってこない。いや私結構流されるとこあるんでね。そうですね、せっかくその勝利のビジョン見えてきたから、ちょっとそこはもう井川さんの裁量に増やしたいみたいな希望はもう、あ、全然私はありだと思う。こうやって無言の圧、圧無言のこれが、そうかダメ、ま、無言じゃない、ちょっとそこら辺ではない、ダメもうダメって言ってるの聞いてるから、私無言ではなかった。ちょっとまあそこら辺は五十嵐さんの裁量に任せようかな。私はこう第一集中、任せていいんですかね、私がこれ打ちなって言っても打たない、うん、打たない、聞かない聞かない言うこと聞かない、うん、まあまあまあ、でも様子見ながら、はい、行こうかなとは思います。何の様子や何の様子や、何なんか言ってたやつの、言ってたやつ言ってたボーダー覚えてらっしゃいません。まあ、ひかりさんが出してくれてる出玉をちょっと無駄にすることなく、私もちょっと後半頑張っていこうと思います。はい、はい、というわけで、明日、はい、この結末をぜひ皆様見届けていただきたいと、お見逃しなくということで、はい、明日もよろしくお願いします。グッドお待ちしてます。グッドな、はい、グッドよろしくお願いしますそれではまた明日、また明日お願いします。